これからアリアに乗ります。いいな。大体。ちなみにちょっとそれで、これが満充電で、でもこれで 100% になると375ぐらいとか。で、はい。そのまま下という、はい、そうですね。逆ですね。あ、そうだ。最近はい、あっち乗ってるから、こっちがワイパーと。国産車なので。でも圧倒的にトラックの方が多いんで、あれなんですけど、なんか乗車に乗ると癖でこっちがワイパー。でももう今なくなっちゃってるんですけど。されてるんですね。はい、これはヘッドアップディスプレイが。あ、そうだ。はい、ここがすぐ。あ、いいんですか。はい、大丈夫です。昭和通り出て曲がってもらって、仙中貫道の方に回ってもらいます。大体あっち回ってますよね。なんか試乗車。そうですね。これもう E ペダルですよね。はい。こっち今実はオフになってるので、あ、そうですよね。E ペダル一応オンにしちゃいます。はい。あ、はい。しなすぎてちょっとシーンとしたような感じに、はい、確かにノートとかだとまだこれでエンジンスーッて回っていいパワーだとあれだけど、それももちろんあれですよね。はいはいはい、DEV っていうんですよね、バッテリー EV。 最近そうですね、トヨタさんの言い方がそういう言い方に変わってます。はい、おそらく日産がもうずっと EV 言ってて、はいはいはい、トヨタさんとしては EV 出しますって言ったらインパクトがないので、はい、バッテリーっていうのをつけたんですね。やっぱあと大きい車だからロードノイズも少ないから確かにもっと静かですよね。そうですね。そのね、軽自動車に比べたらもうやっぱ全然違ってきちゃうかなっていうのは、はいはい、でも本当にそのまあもう ここで後でその、サクラが来るんですけど、はい、まあ乗ってる動画見るとサクラもやっぱりその K にしてはそのやはりもう上のグレードだっていう風にもう乗ってすぐ分かるみたいな、そうですね、いう感じで、だから僕から、はい、アイミューブからちょっと1年半ぐらいあるんですけど、多分そこからだと全然もう進歩っていうかあれが違ってると思うんで、はい、そうですね、はい。三菱があれば本当にそうです、ね、どっちがっていう風になったんですけどね、ここ何もしないですよね。そうですね、ここがなんか変わるのかなと思ったんですけど、そのままなので、そうなんですよね。なんかまあなんか別なところにできるのかなと思うんですけど、なんかとにかく採算があれだから締めたのか先なのか、使うから指名させたのが先なのかわかんないですけど、ね、そうなんですよね。今本当に突然というか、まあ僕らからすると突然なくなった感じだったんで、そうですよね、はい、いや僕らそうなんだって言ってなんかこう移転のお知らせとかそういうのもなく、なんか気づいて見た時には閉店のお知らせしかなくて、ああ、はい、さくらも1ヶ月で日産さんが1万3000ぐらいって、でも三菱は3000ちょっとぐらいの4倍ぐらい、やっぱ販売店の数ですよね。数はもう本当日産の数の方が店の数の方が多いから。そうですね。まあ本当それは比例してます。はいはい。だからでもなんかいろいろ聞くとやっぱり。EK クロス EV のがなんかちょっと お得な感じだとかっていう話はあるけど、でも目新しいのは顔も違ってるから、ね、さくらのが目新しい、はい、もう本当にこれ意見が様々なんですけど、そうですね、 EK クロスだともうパッと見だとどちらかわからないっていう、まあそうですよね、はい、本当に
そのまま EV にしたっていう形なんですけど、はいはい、まあそうですね、どちらかというとよく、まあ、記事にもなってますが、さくらの場合はちっちゃいアリアみたいな、うん、あそうそうそうもうもうもともと、はい、うん、だからやっぱりなんかこう、うん、新しいそのだから結局なんかニュースにもなったのは、実写がないのにこれだけ売れるのは珍しいとかって、いや実際そうですね、はい、あの正直言うと僕らもよくこんなにないのにここにいただけてるなっていうのは正直あります。まあ実際にその KEV iMEV からほとんど出てないようなもんじゃないですか、はいですね、だからそういう意味で iMEV を乗り換えたいっていう需要の人が普通車にもちょっとなっちゃったし、あとだからそういうところでやっと iMEV から乗り換えられる、はい、でももう三菱のお店は少ないだからって言って潜在的にはあったかもしれないですけど、はいそうですね、はあ、あとはやっぱり東京とかだったら100万引かれるのかっていうところとかが、あのあのアリアでもアリアでも100万引かれるんですか。アリアの場合はですね、もっとちょっと東京都は金額がもう固定なんですけども、はい、あのああ国の方、そうですね、方があのちょっと金額高いので、ああ、はい、アリアだと、最大で100、まあ、最大というか通常で130万円までいくんですよね、はい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 、合わせて、ああ、でもやっぱりその元々のそのベースのお金の 100万円引きと、はいそうなんですね、こっちの130万円引きじゃ割引率みたいな感じがあるから お買い得感が違っちゃいますね。そうですね、ですので本当にあのさくらは思ったより補助金もあって、はいはい、これだから買わなきゃ損だっていう意識もなんか一瞬あれ早く買わないとなんかっていうような意識もちょっと煽る部分も若干あるのかな、ね、あとはその補助金も間に合う間に合わないっていう話も出てくるの で, そ う, です、ね、そうすると早く注文しておかなきゃということで、まさかいや、やっぱりこれでもこれだとうちの中入らないか入らないことはないけどもしよかったら こっち側に止めてもらっちゃって大丈夫です、はいはいはい、これは応答なんとかあるんですか。はい、あの一応パーキングはついてるんですが、試すとしたら僕が運転席だということで、はい、はい、じゃあちょっと、はい、そしたら ここを押してもらって、はい、あっこれで、はい、どこ真ん中でいいんですか。一番端で大丈夫です。ここですね。逆にこれついてると上からのビューがあるとなんか僕運転しないそう、これも本当に慣れで、最初皆さん見づらくてって言ってるんですけど、これ慣れてしまうと逆にあると安心っていう。そうですよね。いや本当に今乗ってる車に全然ないから、はい、大体トラックだからサイズだけでも全然いいんだけどそうですね、ただ後ろの距離だけが、はいはい、どこまでぐらい。そしたらもうちょっと下がってもらって、多分角度的にはもうちょっと逆ですね。あ、そうです。はい、逆にしてもらって。はい、人の車だから。はい。で、最後パーキング、はい、ボタンで大丈夫です。はい。はい、これで。パーキングはあもういいんですよね。そうですね。あ、これか。引いてもらうと。はい、これ。あ、そうですよね。ああすみません。でもほとんどこれじゃあ荒川ではもう展示車であって試乗車なんですか。あこちらも完全に今試乗車になしております。ああなるほど、はい、まあ、当初展示車だったんですけど、はいはいはい、ナンバー取れて試乗車、はい、あそれですね。あでもアリアもこれ結構やっぱり待ちなんですか。時間とかアリアの方が待ち時間長いです。なんか、はい、サイト見たら上の方はあの注文します、はい、なんかグレードのあれで。そうですね、今注文はこの B6 なんですけど、はいはいはい、こちらが今の新規生産の来年になってますので、はい、かなり待つと思います。じゃ買おうとしたら時間かかるんで、よくでもあれですよね、なんか
ここでバラしちゃうような7月の中旬にも届くんですね。なんか最初あの7月の下旬だっていうから、そうですね、当初の予定は下旬だったんですけど、はいはい、ちょっと今早まってます。ああ早まってるんですが、そうは言っても伸びる可能性もあるので、あ、はいはい、現状っていう形ですね。あ、はい、分かりました。できればここに7月17日に取りに行きたいなとは思ってるんですよね。そうですね、ちょっとそれが叶うかどうかまた確認します。はいはい、あ、分かりました。12日に完成なので、はい、あ、完成なんですか。なのでそこから正直言うと多分水島工場出てくるのがその後なんで、あ、17日だと。じゃあやっぱり後半じゃないですかね。早まれば、はい、そうですね、完成がそこなので、多分最初のその当初の予定も完成がちょっと後半だったので、あ、はい、完成はもう早まったんですけど、あ、ちょっとそこからなので、あ、じゃあ、いや多分じゃあ17位は無理です。後ろを、あ、言ったら、全然、そっか、この辺はこう、なんか入ってる。お、あ、これはあれだっけ、二重になってるんだね。そうですね、この下に。で、これが。この辺の形は本当にそのノートとか、あの辺に最近のちょっと三つのまっすぐのこうラインみたいな感じになってますね。そうですね、今までだとこうバンパーが出てたのが、そのままストーンっていう。最近のラブ4とかもそうだけど、ちょっとこういう感じに今、ね、あの流行りというか、そうです、ね、はい、最近の本当流行りですね。そうです、そうですね、はいはい、あとここのピーっていうのも最近の、あの流行りですよね。まさに本当その流行りを全部取り入れたような、はいはい、あのポルシェもそうだし、あの、はい、あとあっちのあとレクサスの方もピーってなってるし、で前閉めてるっていうところもやっぱりあの、まあ、テスラとかその辺のやっぱり EV だから風入れなくてもいいので、はい、はい、そうですよね、うん、だからそうですね、あれ、特にあのまだ出てない洋服とか希望されてる方はまたさらに、はいはい、僕もあのあとさくらの実写を見てないんですけど、やっぱりこの辺のホールドが似てる感じ。そうです、だって今のミスターのロゴが近くから同じミスターのロゴです。そうです、で、まあ、こういったところは似たような、まあ、ちょっとデザインは違いますけど、はい、空気を入れなくても大丈夫じゃないかな。あ、そういうか、これは待ってますので、ね、はい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 、よろしくお願いします。じゃあこれももう帰ります。はい、というわけで、アリアを買ったわけではなく、アリアはちょっと、乗らせてもらいに行きました。実は買ったのはサクラです。7月に届きます。それでは